お疲れ様です。ラッドです。今回はですね、とりあえずまあ宝箱を開けたいと思いますね。シーズン終わったんで。で、まあ、6100に到達で、展開には到達できませんでしたね。ということで、まあ、どちらでもいい。とりあえずウルトラとアウトローが欲しい。アウトローが、まだレベル11で、レベル足りないんで、アウトローが欲しい。でも、アウトローも終わった。で、ここはどっちでもいいですね。で、これラストのウルトラが、マジアチャカゴースどっちかが来たらもう、十分。もうそれで動画終わり。来てくれ！よし。ゴース来た。でもマジで美味しい。しかも2枚なんですよ、これ。よしよしよし。ということで、ちょっと待って、LINE の通知切ってなかったらもう気にしないでください。で、ショップは、はい、お疲れ。で、これですね、これだけでも終わってもよかったんですけど、ちょうどアップデートが来たんで、一つまで一応紹介したいなと思いますので、その前に、待って、宝箱開けれる。OK! はい、はい。まあ。宝箱開けていきます。おいしょ！早い。というわけで、こちらのデッキが意外と良さげです。ということで、まあ、一戦かな。今これ、ゼロからやって、いっぱいしちゃったんですけど、何に負けたかな。多分、一番最近の履歴に残ってるわ。これや。ホグミニペウィザードのライトニングに敗れましたね。それ以外は全部勝ってって言った感じで、ジャイスパーウィザード。ウィザードがアップデートで、アップデート、情報修正か。強くなったんですけど、めっちゃ強い感じがしますね。なんで、ウィザードに対して強いライトニングだったり、まあ、無難にウィザードがすごい、今後出てくるのかなと思いますね。で、マジで、なんか、咳がやばすぎて、本当に、明日の動画をお休みするかもしれません。の報告です。はい。で、アウトロージャイスパーの形のこのやつがなんか結構最近普通になんか海外でもちらほら見えてきてて、ウィザードではなかったんですけど、まあ、そのウィザードが強化されたんで、僕はウィザード入れてやっております。で、ここの言うならダメージ受けちゃったんですけど、まあ気にしないですよね。少々。オッケーじゃないです。今の一発欲しかったっすね。で、ここからしっかり勝ちいきたいと思います。で、ここのディガーは少々ダメージ受けるのはしょうがないですね。で、相手はペッカなんで、後ろジャイからのペッカ誘ってスパーキー処理でカウンター、このジャイは抑えられますけど、2体目ジャイかな、そこで一気に攻めたい感はありますね。これスパーキーで、あーポイズン入った、これやだ。でもメガゴがよくない、待ってよくない。今宝箱あげたから動画の撮り直しできないの。もうちょっと待って、本当によくない。ちょっと待って。しかも。もう全然本当にひどい。ひどい動画だけどな、もう。宝箱もう取った、もう。マジで、でも宝箱動画って、そうなっちゃいますよね。一回取って。一回取るじゃないですか。で、もしバトル負けたら、こんな感じで、もう出さざるを得ないんですよね。本当に。はい。本当に、もう、事故っす。事故。今日の動画は事故です。ということで、負けちゃいました。終わります。よかったらチャンネル登録お願いします。こんなんですか。
では、バイバイ。